นี่ภาพช้าอีกมุมนึงครับดูครับเปรี้ยงเข้าไปครับซ้ายตัดเข้าซี่โครงอ่อนครับค่อยๆสุดลงไปครับแข้งนั้นไม่โดนครับโดนกลางหลังดูมุมสูงนะครับซ้ายตัดลำตัวโอ้โหแม่หัวใจครับต่อยเข้าซ้ายโครงแต่ทะลุไปที่คู่ที่ขั้วหัวใจครับดูครับพรุ่งนี้เจอกันとしても素質も開花したんで、まあ、逆に視野を広げるっていうより一つのことを言葉を広げるっていうのでいろいろ見えるんだなと思いました、まあ、やっぱりプロとして試合をやっているからには、まあ、試合の順番っていうのは結構気にはなるもので、まあ、気になってなかったんですけど最近気になりだしてですねやっぱ線よりメインの方がいいでしょうって思うわけですよ。やっぱ皆さんメインのみに作るわけで、でまあ今回ホーストさんが復帰して、まあ、それはホーストカップなんで当然のことだとは思うんですけど、果たして僕のパフォーマンスとホーストさんのパフォーマンスどっちがプロとして上なのか、その勝負をしようと思います。この1年で戦った中では、まあ、ブラカオも次に強いと思っているので。やべえなって感じですね。もう一度その世界のトップグループに入り咲きたい。愛を知る県愛知県の佐藤義弘です。2014年初陣勝ちます。
赤コーナー、名古屋 JK ファクトリー所属、
K-1 ワールドカップ2010 70キロ級準優勝 ISK ライトミドル級チャンピオン佐藤よしひろ。青コーナー、大国プロメーター協会スーパーブルダー級チャンピオン2010年いすゞ豊田無縁マラソン優勝者、ベッドマンコーンダイアン・ハーガオー。デビュー若宮選手、佐藤選手には上杉海慶様、隊長様より激励賞が出ております。見えとる、はい、そっから